クリスティアン・ルートビヒツメクレンブルクは、ドイツのメクレンブルク・シュベリーン対抗家の一員。全名は、クリスティアン・ルートビヒ・エルンスト・アウグスト・マクシミリアン、ヨハン・アルブレヒト・アドルフ・フリードリヒ。最後のメクレンブルク・シュベリーン対抗フリードリヒ・フランツ4世と、その妻で、ハノー・ファー王大使、カンバーランド公エルンスト・アウグストの娘であるアレクサンドラの間の、第二子。 次男として生まれた。ドイツの君主制崩壊後の1919 19年、家族と共に、父大公の姉である、デンマーク王妃アレクサンドリーネを頼って、デンマークに亡命し、1年間を、デンマーク王室の夏の離宮である、草原ふり宮殿で過ごした。その後、翌1920年には、メクレンブルクに戻り、ゲルベンザンデの狩猟養生館で暮らした。その後、 1921年に、メクレンブルク対抗家の資産として認められた、ルートビヒスルスと宮殿に移った。アビトゥア資格に合格した後、農業、林野の経営を専門的に学んだ。1935年、ルートビヒスルスと中東のバイマル共和国軍陸軍、所属第14騎兵連隊に入隊し、1939年からは、 第二次世界大戦に従軍した。クリスティアン・ルート・ビヒは陸軍中尉として対フランス戦や対ソ戦を戦った。1944年、旧統治者家門の成員であることを理由にドイツ国防軍から除隊された。1941年に兄で対抗聖師のフリードリヒ・フランツが既戦結婚により財産の相続権を放棄していたため、 第二次大戦が終結して、数ヶ月後の1945年11月に、父が死ぬと、フリードリヒ・フランツが、家督のみを継承する一方で、クリスティアン・ルートビヒが、メクレンブルク対抗家の財産を受け継いだ。大戦後、ルートビヒ・スルストは、イギリス軍に占領されていたが、 その後ソ連軍の占領地域に変更されたため、クリスティアン・ルートビヒは家族を連れて、シュレースビヒホルシュタイン州のグリュックスブルク城に避難した。彼はすぐに対抗家の資産の状態を気にして、ルートビヒスルストに戻ってきたが、そこでソ連当局に拘束された。クリスティアン・ルートビヒは、パルヒム、ゴダーン、シュベリーン、ポツダムの監獄を転々とした後、 モスクワに身柄を移され、これまで絶えず戦争を計画、遂行してきた階級に属した罪により、ルビアンカ刑務所での禁錮25年の刑を言い渡された。1953年、西ドイツ首相、外相コンラート・アデナウアーの働きかけにより、クリスティアン・ルート・ビヒはソ連で抑留されていた、戦争捕虜と一緒に解放され、グリュックスブルクの家族のもとへ帰ることができた。 1954年7月5日に、グリュックブルクにおいて、プロイセン王子ジギースムンとの娘バルバラと結婚し、以後は、シュレースビヒホルシュタインのヘンメルマルク荘園で暮らした。妻バルバラとの間に娘を二人設けた。ありがとうございます。